海底神殿来たぜ。まあ、グラコスをな、ぶちのめしに行く。果たしてこのメンバーで行って、大丈夫なのか、心配になるんだが、なんかおこそかだな。この門の飾りというか、雰囲気。3個、結構あるね。ここさ、ああ、どうだったっけ。まず2つ見つけた。で、忍びとトヘロスがなくなっちゃった。一回クリアしたら、もう二度と挑戦することができない、そういう感じのダンジョンじゃなかったかな。だから小さなメダルの取り逃しとかは要注意。で、これは、これ命令させるの方がいいか。で、一応裏で装備品ある程度整えてきた。炎の剣とか、あとハッサンの防具、いくつか買ってあげましたっていう、そういう感じだな。で、命令させろで、そら、ハッサンも岩石落とせるから岩石を落として、これさ、ムーンサルトと、どっちがいいんだろうな。ムーンサルト敵全体か。ああ、ヘルパイレッツ、微妙に岩石落としに対して耐性があるな。ああ、あんまり効かねえな。回し蹴りした方がよかったか。いや、そもそもミレイユの攻撃力が低すぎるんだよな。いや、ヘルパイレッツ意外と体力そこまで高くはない。硬いけど。で、このズレるのやめてほしいよな。アイテムとか取りたいときに微妙にズレて回収ができませんよっていうオチ。で、ここのダンジョン、描写が細かいよな。ちょっと分かりにくいかもしんないけど、富士壺みたいなやつが、あの、水が張ってる場所なってるよね。で、爆裂剣の方がダメージ通るかな？どうなんだろう。爆裂剣して、息吐いて、稲妻の方がワンチャン強いかもしんない。この亀が、まあ硬いからね。あーでも倒せてる。で、あとは足の遅いハッサンが爆裂剣して、ああいいね。ハッサンも武器、奇跡の剣装備させてんだっけ。ハッサン優秀な装備をまとってるからか、まあ強いよな。だからこういうズレんのやめとし、貸した。まあ早速使っていこう。2位上がる、いいぞ。これワンチャングラコス倒す前にさ、こんだけ戦闘しちゃうんだったら、熟練度が上がりそうな気がして、ちょっと怖いな。もったいない感じするよね。で、前回のパートに引き続き今回のパートもコーラを飲んでいく。もう喉がめちゃくちゃ干からびてるからな。味の濃いもん食べたらやっぱ喉乾くよな。まあ疾風突き2回で倒せるでしょ。1回で倒せた。はい。で、このマップはもうないか。あんまりボス戦の前にその忍び足トヘロス使うの危険な気もするが、どうだろう。これはもうこの階段行っちゃって大丈夫か。回収、宝箱は全部回収してるはずだから。はい。で、もう一回盗賊の花、あと1個。このマップがさ、無駄に広かった記憶がある。あ、これかな。いや、これじゃないか。このマップの、こうなるよね。で、まあ、効果が今なくなってるはずだから、忍んでトヘって、いやー、祈りの指輪欲しいな。てか、トヘロス使えるレンジャーがさ、チャモロしかいないのがきついんだよ。んで、あー、やっぱマップ切り替えた判定になってるよね。うわー、これどこだ。
いや、これ探すの結構苦労するぞ。似たような祠的なやつがちらほらあるんだけれど、忍んで遠えってるにもかかわらずもう敵が出てくる。敵が本当にもうゴリゴリと出てくるのマジで勘弁。岩落とし、本当だったらな、ドラゴンとかがパーティーにいればさ、まあいい感じで輝く息とか灼熱入ってさ、一回一回の戦闘がすげえ楽なんだけど、まあそれでも岩石落としあるだけでもだいぶ違うよな。いいね、このワンターンでキルできるもうたまらんよな。あ、宝がある。ミミックか。じゃあさっきのちょっとスルーしたけど同じようなやつもあったよね。いや、こいつなんだ。爆裂剣の方いいかな。いやらしい攻撃してくるよな、確か。いやいやいや、悩むな。聖剣付き、人食い箱じゃなくてミミックなのかな。上位互換だからね、言うて。あぶねえ。聖剣付き、やっぱりあれか、回避させ、回避されちゃうか。オッケーオッケーオッケー。行動される前に倒す。今ザオラで使えるキャラクターがパーティーにチャンボロしかいない。いや、誰かしら賢者連れてってもよかったかもしんない。賢者がまあ有能なのはさ、邪神像フバーハ使えるのがすごい有能なんだよ。岩落とした方がいいか。何も耐性がないんだったら岩石落としが、岩石落とし一強で、ムーンサルト、ムーンサルト兵法っていたよね。ヨッシーアイランド、いや懐かしいな。ドラクエ6全クリした後何のゲームやろうかね。まあ、RPG やってるから次はまあアクションとかかなって考えてたけど、悩むところだよな。特にこれどうしてもやりたいみたいな作品が今のところまだ決めてないんだけど。あー、ホーンテッドミラー、お前こんなとこでも出てくんのか。岩落とし、とりあえず岩落としして、いやこの鏡も耐性あるな。あー、もしあった、おじさんになった。いや、稲妻した方が良かったかもしれない。そして主人公耐性ないね。稲妻するか。うえ、これやばい。今の攻撃やばいって。あれ、どっちもおじさんに変身して岩石落としやられてたら本当にシャレにならなかったよな今の。はい、でちょっともっかも。いや、恐ろしい技使ってくんな。いやー、回復がな、回復要因。一応今ミレイユ連れてる理由はその HP の影響を受けることなくハッスルダンス、ハッスルダンスをすることによってあれできんじゃん。あ、待って、また忍び足トフロスなくなった。いや、かければよかった。で、じゃあ心臓を、こういう邪神像が出てきたときはハッスルダンスやってもよかったかもしんないけど、邪神像が出てくるとは限んないじゃん。またホーンテッドミラーが出てきて模写図使われてさ、大変なことになる可能性もあったから、まあ戦闘以外の場所で回復しておくのはまあ大事っちゃ大事だ。ピンクパール、これちょっと待って、地下行く前にあれだな、リレミット使える。ああ、使えるね。1個手前にあった見逃したやつ、ああ、待て、こっちか。それを回収するんだったらこっち側からまた戻った方が早いと思う。ここのダンジョン俺あんまりよく分かんないんだけど、ここ最初さ、こっち外れか、完全に外れになってて、これ今おじさんがいたマップよりさらに下のマップに行くことで
水位を下げる何かしらの装置があったのかな、もしかしたら。だとしたら完全に無駄なことしたな。やっちまったか、下手声だかもしんない。まあある程度敵は忍び足とトエロスかけてるから出にくくはなってるかもしんないけど、そもそもでもトエロスの効果がちゃんと効いているのかどうか怪しい部分ではあるからな。アカデミー賞、ホイミンもムーンサルト。ホイミンのムーンサルトすごそうだよな。触手がめちゃくちゃ生えてるから。あ、エビラが出てきた。カルシウム多そう。食べたら美味しそうだよね、エビラね。ちなみにおじさんが最近食べてたピザ、エビが乗ってる海鮮系のピザと、あと肉系のピザを食べたんだけど、なかなかうまいよね。ピザって基本的に 何でも合うよね。爆裂剣の方がいいかな。爆裂剣の方が岩石落としよりも火ダメが多い気がする、まあ、物質系のタイプの敵だから、まあ、硬いんだよなこいつらな。うん、稲妻でこんなもんか。チャモロ、猛毒の霧とかやられたらちょっと厄介か。でもチャモロそこまで足速くはないよな。ハッサン、まあでも逆に考えろ、この姿になったってことは岩石落としそこそこ効くんじゃないかな。いやー怖いな、変なことされる前に倒しておきたい。オッケーオッケー、いいぞいいぞ、いいね、岩石落としいいね。逆に今おじさんの姿じゃなくてハッサンとチャモロの姿になったことで、うんと、おじさんが先手を取ることができたよね。まあ、そう考えたら今の行動はそれなりに良かったかもしれない。でこれエビは白目向いてないか、すごい今更だけど。このヘルドラードはガマニアンっていう敵の色違いだと思うんだけど、こいつはちゃんと目玉らしきものが映ってるけど、エビラは完全に白目を向いていた。あの階段気になるよね。こっち側の探索もしてないから、それはそれで見ておきたい感あるんだけど、でもエビってあれだよな、エビラって、いやエビってハサミないよね。いやハサミ、ザリガニとかロブスターとかはハサミ、立派なハサミついてるけど、エビってハサミついてないよな。なんでこっち外れ外れ。ああ、もうさっきの道そのまま行くべきだったか。いやーサイレス、モンスターの中では比較的おしゃれな見た目してる。ああ、マホトーン使ってくんの。でもマホトーン使われたとしてもそんなに影響ないぜ。いや今の攻撃あんまり効かないのかこいつ。ああこれ回し蹴った方が良かったか。爆裂剣、男は一発爆裂剣。もう一発じゃないんだよな、4発なんだよな。あでもこれ死んだろ。オッケーオッケー、ナイス爆裂剣。んーで、この辺入ってないよな。2つぐらい入ってない祠があったと思うんだけど、マジっすか、マジっすか、マジっすか。これミレイユ、はいはいはい、装備できる、いいぞ、かっこよさも上がるから。ここのダンジョンクリアしたらベストドレッサーコンテストとかスライム闘技場とか行きたいよな。でここの左のやつはこれ、はい、入ったやつだっけ、さっき覚えてねえな。敵が3体いるんだったら爆裂剣よりも岩を落とした方が多分強い。このヘルパイレーツはタコの、タコがモチーフになった化け物だと思うんだけど、あんまりタコ感ないよね。そもそもこいつなんかオスなのかメスなのかよくわかんないよな。地獄の海賊、タコのくせにスタイルがいいっていうかさ、なんとも生めかしい格好してるよね。あれでまた美味しそうなエビたちが出てきてくれましたよと。いやずっとなエビらが出てきてくれればすげえ助かるんだけど、
これ美味しすぎるだろ。岩落としただけで簡単に倒せるからな。ここさっき入った部屋だよね。ここは入ってる、回収した部屋。うーん、ってことはやっぱりあれか、そのまま下に降りて正解だったのか。うわー、遠回りした。マジで損した気分になるような。これでも岩石落としを、まあ、裏で熟練度上げてさ、おじさんとハッサンに岩石落とし習得させてマジで正解だったと思うわ。こんだけ鬼演歌してるんだったらさ、岩を落とせなかったら相当一回一回の戦闘苦労することになってたよな。うーん、でこいつらか、あんまりいい組み合わせじゃねえな。言うてでもまだ岩石落としの方が強いか。もうちょっとおじさんの攻撃力が、物理攻撃が上がってたら、爆裂剣とかでも1回1回の攻撃で80とか90ぐらいダメージ与えられていたかもしんないけど。でここ外れで、チャーモロが今火柱覚えてくれた。せっかくだから使ってみるか。うん、でこいつら確かあれだな、岩落としあんまり効かなかった。岩に対して岩耐性があった。岩耐性ってよくわかんないけど、火柱、これ何、グループ技なの、単体技なの。ちょっとその辺確認したいから、うまいこと均等にダメージ与えてほしいんだけど。あー、単体だ。はいはい、メラゾーマ的な感じね。はあはあはあ、いやこれはこれでいいんじゃない。少なくとも火炎の域で敵が5体以上出てくる場合だったら火炎の域の方が強いかもしんない。あ、今誰、誰が何。うわー、モコモンスペルエンペラーになっちゃったか。これちょっともったいないな。俺一応モコモンは最終メンバーに入れようと思ってるキャラクターだから、一回リレーミット唱えて、いやなんだったら他のさ、その何、あと10回20回前後以内ぐらいに熟練度上がるようなキャラクターがいるんだったら、そいつらも熟練度上げた方がいいかもしんねえな。どうしよう、マジマジ悩ましいわ。まあ要は今の状態でさ戦闘してたら、本来は熟練度上げられるはずな状態なのに熟練度を上げられないっていう失態を犯すことになるから。まあでもこれはこれでまためんどくせんだよな。まあレベルが上がったら上がったらで、ちゃんとその何、トヘロスがしっかりと効いてますよみたいなさ状態にできるんだけど、今の多分忍び足の効果しか発動できてないような、そういう感じがするんだよな。こんだけのエンカウント考えたら。はい、でモコモン賢者極めた。モコモンどうすっかな。モコモンも、まあ、しばらくは戦闘に参加しないキャラクターだから、まあそうだよな、しばらく戦闘に参加しないキャラクターは遊び品とかのクソどうでもいい職業に就かせて、これバーバラもあと2回ぐらいで上がんないか。なんならおじさんだってそろそろ上がるよな。あと10回、うわ上がっちゃうなこれ。バーバラ6、いや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 、これどうする。6回戦闘したら多分終わるぜ。ちょっともったいないかもしんないけど、1回おじさんとバーバラを完全に極めるわ。はい、ということで魔術師の塔でレベル上げしてこよう。でここまで戻ってきたぜ。でおじさん今大失態を犯してるかもしんない。大丈夫か。おじさんの、あれを外して、星降る腕は外して、アモッちゃんに、ちょっと貸してたんよ。まあ、アモッちゃんも、ザラキ使えるからさ、アモッちゃんとバーバラでザラキ使って、魔術師の塔の敵をフルボッコにしてたんだけど、でそれで星降る腕を一旦アモッちゃんに装備させてたんだけど、外すのを忘れてた。で今この画面でもし
装備の入れ替えできなかったらどうしようみたいな不安があったんだけど、案外大丈夫だった。で、熟練度が今、おじさんが勇者になった、ついに。村勇者。まあ、おじさんの場合は、まあ、バトルマスターか、賢者か、スーパースターか、レンジャーを極めれば勇者になれるから、とりあえず、まあ、選択肢として勇者があったから、勇者にした。まあ、勇者もレベル4以上の熟練度にすると、戦闘の時に HP を回復してくれるから、かなり優秀。で、火柱がたまに、失敗することがあるんだよな。だからそこがちょっとネックっちゃネック。アイアンタートル硬いから、できればちゃんとこの火柱で一撃で倒せるね。いいね、強いね。で、バーバラは賢者を極めてから、とりあえずなんとなく盗賊にした。足速いしね。はい。で、地下のフロア、あ、待て、このフロアは全部宝あったんだっけ。この画面の右にある宝は回収済みか。はい。で、このマップもう宝はないってことは、すぐゴールをしてもいい。だけどよくわかんないんだよな、ゴールの位置かな。多分水位を下げるための何かしらの仕掛けがどっかにあるんじゃねえかなっていう気はするんだけど、捨て身でいいか。で、火柱、稲妻、どうせもう一つしかしてこないから。ああ、うまくいかない、クソだ。こういう風に失敗するからな、厄介なんだよな。メラミ使ってきた、メラミを使ってくることもある。おお、オッケーオッケー。やっぱ捨て身強いな。でもメラム来てたら危なかったよね。まあ、メラム来ててもハッサンの HP 300超えてるからな。メラムで120くらいダメージ食らってもまあどうにかなるよね。あー、やっぱ火柱強えわ。外れることもあるけど、外れる可能性があるメラゾーマみたいな、そういう感じか。あと、こっちも外れ。ここのダンジョン本当にこういうの多いから勘弁してほしいとこだよね。で、トヘロス家系のしての、まあいつも通りの忍び足かけた瞬間にこれだからな、このポンコツ特技。ちょっとさすがに捨て身危ない。で、まあ、火柱でいいか。まあ爆裂剣だって偏ることあるからな。まあ今みたいに3-1になることがあるから。あー、しかも失敗しやがった、さすが。これでうまいこと2体とも仕留めてくんないかな。あー、ダメか。ちょっと敵に先手取られたりしたらめんどくさいから、疾風突きで。いいね。で、ちゃんものもこれ回復させないとくたばる可能性あるな。で、ベホマでいいか。ベホマで回復させて。いや、ザオリク使えるキャラがパーティーにまだ一人もいないっていうこの状態ね、危ないよね。で、このマップは、なんだっけ、宝がないんだよな、確か。宝がないから好き勝手探索してもいいっちゃいいんだけど、どうしたもんかな。まず捨て身、火柱、稲妻。ハッサンと別のキャラ選んだ方がよかったか。あー、ちょっとこれもったいないな。捨て身を、チャモロの方にしてもよかったよね。いや、でもこいつ足そんなに速くないよな。まあ、捨て身でいっか。あ、でも火柱怖えな。火柱大丈夫か。あ、オッケーオッケー。あー、危なかった。で、勇者は熟練度上がるのまあまあ早いんだよな。はい。で、もう一回、何度でもこのループが途切れることはない。で、これ上行って、さらに上に行って、はいはいはい、そういうことだ。ここでスイッチをようやく押すことができますと。はい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 。で、下に行くと何かしらあると思うんだけど、その前にだ。このフロア、このフロアにおいて、
まだ何かしらあると思うよね。今のこの状態じゃないと回収できないような重要な、あ、え、俺やっちゃったかな、もしかして。あ、俺やっちゃったかもしれない。大丈夫か。ここさ、今俺、うん、俺トイロスかけたっけ、わかんなくなっちゃった。あ、俺やっちゃった、やっちゃった。あ、マジか、やったかもしんない。今の仕掛けを発動させるよりも早く、早い段階じゃないと回収できない宝箱なかったか。うわー、マジか、俺やらかしてるかもしんない。現実に向き合いたくない。いやー、大丈夫かなこれ。ハッサンが何も考えずに捨て身してるけど、そこの心配もあるよね。お外れ、何かしらあったような気もするんだよな。いや、不安でしかねえなこれ。大丈夫か。うん、でこれ敵気づいてるからもう変な行動はしない方がいい。やっぱ爆裂剣が一番無難な選択肢だよな。でもこれ窓並みの剣装備してた方が良かったんかな。敵をさ、ワンチャン眠らせることできるじゃん。炎の剣は攻撃力が若干上がってるけど、そういう特殊効果みたいのないからな。戦闘中に使うと一応何かしらの意味はあるらしいんだけど。ちょ、ハッサン捨てみ。火柱こっち。やっぱ久しぶりになると記憶がだいぶあやふやだよな。あー、うまくいかない。はい、でもしあって、まあ捨て身でいいか。ミレイユね、そんなあれだよな、耐えそれた攻撃 しないよね。オッケーオッケーオッケー。そもそも攻撃をされる前に倒してしまえば何も恐れることはない。あ、うん、俺一周した。あ、一周しちゃったな。うん、一周してしまったけど、今のギミックしかそもそもないか。で、なくなった。ちょっともう一回忘れ物がないか。あー、しまった。ええ、まだまだ、待て、え、このマップってさ、ん、俺どうやって一周した。もう自分の行動がどんな行動をしてるのかもうよく分かってない。で、ワンチャンマホトーンしてくれることを信じて、オッケーオッケー、おじさんだったら大丈夫で、マホトーン、よしよし、いいぞ。いや、ボスがマホトーンとかしてきたら本当に絶望だよな。で、捨て身で、よしよし、いいぞ。もうある程度 HP 高くなっちゃってるんだったら捨て身ガンガン使うのもありだよね。あれ、俺今どうやって一周した。うん、俺このマップさ、一周したよな。はい、でこの魚意外と足速いんだよな、この魚な。まあでも岩落としでほぼ壊滅状態。意外とタフなのか。いや、そうでもないか。なんか死ぬときと死なないときあるよね。で、ここで俺はさっき左側に行ったんだよな。で、この右側は何もなくて、あ、いつの間にか凍てつく波動を覚えてる。勇者になったからだ。はい、で、捨て身、火柱。しかしずっと喋ってるとあれだな、やっぱ干からびるな。さっき裏でレベル上げしてるときはこれといって
コーラをガブ飲みしなかったんだけど、やっぱ喋るにつれてステミするべきじゃなかった。星降る腕は装備してんだもんな、この偽物もな。一気に死にかけてる。でもさすがにこれで倒せると。ちょっと一回回復入れるか。